ばんは。こんばんは。もっとパチンコプレイヤー TV レクションポチウェイ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 。はい、今回はゴールデンパラダイスさんにお邪魔しています。はい、それでは早速対戦するスタッフチームお呼びしましょう。お願いします。どうも。では皆さん自己紹介をお願いします。はい、ゴールデンパラダイスの前さんです。ウェイウェイします。ゴールデンパラダイスののりはるです。よろしくお願いします。ウェイウェイ。ゴールデンパラダイスの俊介です。よろしくお願いします。なんで俊ちゃん一回こっち向いたの。カメラはこっちで、お茶の間はこちらでございます。というかね、もうゴーパラさんほら5月誕生月間で、はい、ほらもう綺麗な鮮やかなイエロー、うん、前さん黄色似合いますね。そうですか。やめてください。いや輝いておりますよ。シャーッと。俊介さん今日の意気込みはどうでしょう。頑張ります。ああもう相変わらずの前ペースでね。もうでもこの鮮やかなイエローに負けんこと豪華プレゼント目指して、もっぱちんスタート。もっとパチンコプレイガイド TV はゴールデンパラダイス、有効ラッキーグループ、クヤグループ、チャンピオングループ、ゲイズグループ、ベスタグループ、ニューギンの提供でお送りします。スクワで覚醒天下バトル。おかしかった。なんか今すごい息が来た。だって離れてよじゃん。天下バトル。今日は、はい、スロットの天下フープ2でバトルをします。勝負はですね、出玉勝負です。チームの合計最後多い出玉が多い方が勝ちということですね。はい、はい、了解。さあ今回のバトルはチーム対抗出玉バトル。そして今回のバトル機種は天下フープ2。 ART は覚醒、天下モード、新天下モード、極め天下モードの4種類があり、ART 当選時は基本的に覚醒を経由します。その舞台は長崎市にありますゴールデンパラダイス。5月は誕生月間になっており、さまざまなイベントが開催され、とても楽しいホールになっていますよ。今回もっぱちチームが勝利するとビールとお米をプレゼント。お楽しみに。それではバトルスタート。さあバトルスタート。今夜はどんな戦いになるのでしょうか。せい、天下フープの見どころを教えてくださいよ。今回天下フープ、ちくわも激アツやけど、おかまちゃんも激アツやけどね。おかま見逃さんごとね。視聴者の皆さんもちくわとおかまを見落とさないようにしてくださいね。と、いきなり前さんがボーナス確定です。前さん早い。八丁へ。やばい。ボーナス確定後、ビールが回転し、家紋が全て点灯すると覚醒モードに突入します。さらに家紋の色に対応した子役がボーナス消化中に成立すると家紋点灯のチャンスですよ。前さん残念、3つ点灯とはなりませんでした。すると俊介さんにデカボタンが出現。として生を受けた織田信長の的に仕え、数々の功績により戦勝18年小田原の戦い。弓矢隊前。俊介さんもびっくり。ボーナスが揃っちゃいましたね。さあゴーパラチーム、今度こそ家紋3つ点灯なるか。結局3つ点灯とはいきませんでした。するとさやに、なんと覚醒モードを経由せずに通常モードから新天下モードへ突入。さや、いきなりゲーム数上乗せのチャンスですよ。激
局さやは30ゲーム上乗せし天下モードへ。するとセイに何やらチャンスが到来したようです。まあ外れはね、まだ行く。その準備が整いました。勝ちますぜ。鉄砲隊も来たよ。何でしょうか、ボーナス覚醒、何覚醒。セイが覚醒モードへ突入。さあ天下モードまでたどり着けるのでしょうか。するとマヤに白人も激アツよ。オカマもちくわも白人も激アツの白忍者が登場し大当たりしたようです。さあ家紋は点灯するのでしょうか。残念そうなマヤですね。これから点灯させてくださいね。すると3個溜まった。多分セリーと化け物が揃ってたんですよ。やりました。おっぱしいもぜ。ARD これ簡単やない、いけるんじゃない。まあ、このコーナーまだタイトルも決まっとらんしね。決まってないですね。視聴者さんからいろんなお題が来るということやけど、はいはい、まあ、僕らのことなり、はい、あのここにいないさやちゃんまやちゃんのことなり、はいはい、いろんな質問をお待ちしてますっていう、はい、なんかないですか最近。最近ね、あった。嬉しかったことのある。嬉しいこと。初体験しちゃいました。初体験。私ね、初体験しました。生まれて初めて。おう。ジーンズを買った際に、はい、カットしませんでした。イエーイ。切ったあの部分どうすっと、はい、あれくれるやん。あれどうするとあれあれいらんやろ。昔ね、佐賀県に湯温泉、ああ湯温泉、有名なとこで、湯温泉のちょっとだけこう、はいはいはい、楽しいとこって言うんですかね、大人が、大人が楽しいとこみたいな、大人の男性が、そうですそうです、はいはい、その時にこう入って早々 そこの方に、うん、最近のヤングはジーパンの破けとっとの流行っとっとって聞かれました。ああ、その頃。あ、すいません、ちょっと面白くなかったです。いや、その頃面白くなかったけんって言うてん。そこで自分で勝手に編集点作られてあとはディレクターがチョンキってチョンキって、それではバトル後半戦どうぞみたいな感じで。そうですね。 CM かな。 CM ですね。信頼情報、信頼情報、信頼情報、どうぞどうぞ。